そうだ、昨日公演ありがとうございました。ちょっと待ってね。いや、ちょっと待って、ね、明るくなったかな、これで。まあ変わんないですね。そんなに変わんないし。朝10時に起きてるの偉い。いや、今日8時だから。10時に集合だったから8時に起きた。今日顔が目むくみすぎてやばい。今日朝やばくて、めっちゃむくみすぎて、ね、しんどい。メイクもね適当だし。そう、短くした。ちょっと伸びてきてたから。昨日のお風呂の下がりが切り抜きされてた。嘘、切り抜いてくれた昨日の。面白いやつちょっと切り抜いてください。 TikTok に載せて、 TikTok に。そのカラコンにやってて好き。今日はオリーブみたいな色のやつ。今日はお休みなんですよ。だからちょっと美容院行ってきた。グレーは持ってない。グレーのカラコンしたことない。グレーってどんな感じ。グレーってこんにちは、みんなさん、こんにちは。なんかさ、眠たくてすごく。そうだから、この配信終わったら急いでメイク落として寝る。リップはねこれだよ、ロム&のね、これ言えない、06番オレンジっぽいやつ。私の推しの手はいかがでしたか。あ、見たよ DM。 なんか手綺麗だった。確かに綺麗だった。綺麗だった。コロナに気をつけてください。あ、そうだ、11日のカミフレとプリマステラのイベントなくなるのかな、どうなんだろう、まだ分かんない。自分何も知らないんだけどさ、めっちゃ頑張って宣伝したしさ、毎日朝から練習したしさ、レッスンしたからさ、どうしてもやりたいんだけどね、どうなんですかね。うん、11日の公演は私出ないですよ。延期ならいいんだけどさ、中止になったら嫌だ、めっちゃ。どうなんですかね、わかんない。濃厚接触ではしてないです、会ってない。あわみちゃん大丈夫かな、心配。でもね、チーム違うしね、マジで会う機会あんまないから、ありは会ってないんだけど、カミフレの子たち一緒にねイベントとかしてたのかな、わかんないけど。そうね、どうなんでしょうか。プリマステラとカミフレも接触してないから、一緒にレッスンしてたわけじゃないし、だから
プリマスチュラは多分大丈夫だと思うんだけど、そうなんですよね。どうなんだ。周りも一応コロナ経験者なので、その大変さつかもわかるんですけど、どうなんか、うん、大変だよね。2回目だよね。2回目、1回目、わかんない、何回目、初めてのなっちゃったのかな、わかんないんだけどさ、初めてかな、わかんない、どうなんでしょうか。まあでもとりあえず大変だしね、ライブもあるし、でもね、みんな楽しみにしてたからさ、コロナ、このコロナじゃない、ライブ、マジなんか残念だよね。てかありもめっちゃ楽しみにしてたんだ、マジで。マジ楽しみにしてたんだけど、どうなるんだろう。開催地も名古屋じゃないし、東京だから、どうなんでしょうって感じだよね。初めてか。なんかさ、メンバー誰がコロナになったとかさ、わかんないんだよね、K2 しか。まあでも中止にならなかったらならなかったらし、なったらなったらし、もうしょうがない、どうしようもないしね。マジコロナもうそろそろしつこくねコロナしつこくね、もうさ早く消えてほしいんだけど、そろそろしつこいって。だってコロナが流行り始めた時、2022年にはなんかもうなくなってるみたいな感じだったのに、まだいますけどね、もうしつこいよね、ちょっと。いつまで引っ張んの？でもなんかさ、インフルエンザとかと同じ分類なのかなってもう思ったんだけど、違うのかな？なんかね、まあでも風邪とかはよりはあれだよ、だって味覚とか匂いもなくなったりさするからさ、それはさ風邪とは違くない？なんか今までにはない症状があるから、ちょっとなんかすごい、なんかわかん、もうよくわかんないんだけどさ、いやもうマジでもういいよ、本当にしつこいもう無理。しかもなんかこういうアーティストさんとかアイドルとか、そのステージとかに立つ人たちってさ、ライブなくなると結構あれじゃない？でさ、ようやくさ冬、今年の冬ぐらいからたくさんイベントできるようになってきてさ、
なんかライブも野外ライブとか対バンイベントとかもやれるようになったのにさ、またさ戻るのやばくない？私劇場も戻りつつあったし、なんかもう永遠ループしてない？ねえ、いいよ、コロナマジ嫌い好きな人いないと思うけどマジ嫌い。だって何も活動できなくなったらさ、なんかまたいろいろなんかね制限されるし。だってさ2020年とかそのコロナが始まった時とかめっちゃさほぼほぼ休みだったし活動できなかったからさ、私アイドルじゃないんかなってめっちゃ思ったし、ね、結構さ活動モチベもさなくなるわけじゃないですか。なんか時間を無駄にして生きたなってでめっちゃ思うもん。なんか何にもしてないのに年だけ取った気持ち、なんか10代をすぐなんか過ぎたみたいな感じの気持ち過ぎてね、マジでさ無駄な時間を生きたって気がする。2年無駄な時間を過ごした。本当はもっとやることできたかもしれないし、ねえもういいよ本当に。誰コロナはもうそろそろ消えていいと思います。まあでもみんな詳細を待ってください。詳細を。成人式とかもできなくなりそうだよね。私は来年なんですけど、なんかそれもさ、だって人生に1回しかないものをさできなくなったりさ、卒業式成人式がとかじゃなくても高校の卒業式とかさ中学の卒業式とかさ、そういうのもなくなっちゃったりとかするじゃん。やばいよね本当に。まあでも SKE にまたねこう前の K2 見たくみんなかからないでほしいなと思うけどね、自分も気をつけてたところでなんか気をつけようがなかったりするからな。誰が悪いわけでもないし、なんか知らないところで金をもらってきちゃうからさどうしようもない。目に見えるものじゃないし、しょうがないからさね、本当に大丈夫かね、心配ですけど、皆さんも体調気をつけてください。うん、みんな星投げてほしい。あと2月は静岡で1週間ライブもあるんです。プリマシテラめっちゃ楽しみにしてるのに、なんか最近やっとさプリマシテラで活動できると思ったのにさ、何
お、いっぱい星来た。ありがとう。ところで星って何の意味が分かってないけど投げてって言ってみたけど嬉しい。何これ、何の意味があるんこれ。静岡楽しみなのにな。はあ、中止になるのは嫌だな。せめて延期で。ねえ、星って何の意味があるの？ポイント？でもあれ何のイベントも今参加してないですけど。コンペイト。そう、ルーさんの卒業コンサートもあるんよ。この配信での順位が出るだけ。あ、なんだなんだ、なんかすごいね今。なんかショールームのイベントあったら、あれめっちゃ普通に配信いっぱいしてるし、このショールームモチベが今ありあるのでできたかもしれない。でもショールームイベントってやばい、やばいからな。ふわふわしたいならどうぞ。ショールームイベントはやばい、やばい、知ってる、やったことある二度とやりたくないって思ったぐらいに大変だったし、あの時めっちゃ条件悪すぎて、自分に。なんか学生だったから配信する時間も限られてたし、なんか卒業公演とかにもう出ないといけなくて、そう、なんか配信最終日できなくて、あんまりとか、なんかやばかった。そうそう、な、何がってちょっと若かった、若かったからね、時間に制限がありすぎてすぐ追い抜かされちゃってたから。今だったらね、できるんだけどさ。そうなんですよね。今は、まあ今もまだ若いんですけど、それより若かったんで、ちょっと、まあでもショールームイベントでやりたいイベントもない、ないと思う。あるかな、あるかな、
なんかさ、モデルのイベントめっちゃやってるイメージなんだよね、ショールームのイベント。そう、モデルのイベントのイメージ。モデルはね、なんかもう SK はモデルのそういうやりたいって言ってる子がもういるからあれだけど、食べ物、やはり食べ物も別になんだよな。なんかイベントとか、なんかにはなんかそういうのやりたい、やってみたいなと思うけど、なんかお仕事これに出れるとかないいのがあったらやりたいなと思うけど、ないんだよな。ないんですよね。なんかあるかな、ないもんな。楽曲提供、楽曲提供だったらそれは頑張るね。なんかソロの楽曲提供じゃなくて 7D2 のとかプリマステラとかでの やつがいい。だから何人かで戦う系がいい。一人じゃなくて。例えばスイッチがもらえるイベントだったら、スイッチ持ってるからやらない。どんなことしたい？え？なんだろう、なんか有名なテレビに出れるとかテレビに出れるとか、あ、衣装を作ってもらえるとか。新曲 MV 作成権、あ、めっちゃいい。そう、そういうの。でも一人じゃなくて、そう、何人かでチーム戦みたいな。チーム戦がいい。チーム戦で戦いたい。それがいい。で戦うっていうのはどう？あ、団体戦、そうがいいな。みんなでやる。大福いらない、アイスもいらない、肉もいらない。なんで10機入ってんのその中に。ところでドラゴンのイベントはどうなの。あ、はじめさきに決まりましたね、あの CM のやつ。韓国で放送を見ています、綺麗です、ありがとうございます韓国ですごい、日本語打てるの。分かるのかな、日本語。くしゃみでそう、めっちゃ。みんな何してるんですか、今日は。お仕事？でも、ここに見てる人はお仕事じゃない？この配信を見てる人は、お仕事ではない。ということですか。お昼休憩か。いいね。いいね、いいね。休めてます？お仕事頑張ってますか？
今日の公演はどこですか。めちゃくしゃみするじゃん。テレワークいいな。あにもお家の中で働けるお仕事 しようかな。あ、いいなんだ。いい声見てみたいな。なんか楽しそう。面白いのが言われてるわ。確かに配信テレワークか。じゃあ配信は配信者になろうかな。今日はお休み飲んでるよ。この時間にですか。いい声見ちゃうの急に。なんで。あーなるほど。え、濃厚食者なの。出ましたら静岡公園当たりました。愛ちゃんの財布振ってください。なんか昨日みんなで話してたんだけど、プリマステラでなんか担当から決めたいよねみたいな。そのプリマステラの時はこの色を振ってもらうみたいな。プリマステラの時はなんかサイリウムカラーを変えようかな、変えるみたいな話してたんだけど、どうなったんだろう。そうなんですよね。 MV の花の色は適当にみんなが私これがいいって決めた。あ、私これ、私これにしよう、これにしよう。であり残ったやつになった。じゃんけんでじゃんけんで早いもん勝ちにして取っただけ。用意されてた花に。あ、適当です。まんま髪触れだね、担当から。え、何を言ってんの。あ、今のアイドルって大体担当から悪くない。昨日ね、みんなで喋ってたんだよね。そう、なんかあゆかはオレンジで、ゆうかたんは白で、で、おーちゃんピンクで、で、あやは紫で、みたいな。そう、で、あり水色で、で、マリンはなんかエメラルドグリーンみたいな。めっちゃ爽やかな色。みんなパステル。で、あ、これはうちらが話してただけで勝手に。やるとかじゃないですよ。やるとかじゃない、別にやらないけど、勝手に「あったらいいよね」みたいな。でみんなで色気決めてた。みんなでそうで、なんかそうで、なんか箱推しのもうプリマの色は何色って、赤って言ってたかな。何色って言ってたの、あれ、プリマの色って何色って言ってたんだっけ。赤って言ってたのかな。そう、それでなんかそう、箱推しの人は赤みたいな。そう、プリマステラの意味は一番星っていう意味です。プリマステラ、
ほんの赤降るか。いやいや待って待って、違う違う、これはあの決まってないからそう決まってないから、決まってないから何とも言えません。赤じゃない黄色だ、黄色黄色黄色、待ってめっちゃ間違えてた、え赤って赤って言ってたから、黄色って言ってたから、みんななんて言ってたっけ、忘れた忘れましたちょっと忘れた、なんて言ってたっけ。でも別にまだ決まってない、決まってないっていうか、みんなで勝手にあのあったらいいよねみたいな感じで喋ってた時だから、あのこれはもう無視してもらっていいんですけど、そう、まあでも決まった時はもしそれでやるってなった時はお知らせしますけど、ツイッターとかでそう発信するけど、まだ発信はしません、決まってないので。だからそしたらみんなはあのペンライトを買わないといけなくなる人もいるかもしれないね。っていうお話。でだからなんか羽田前にねなんか言おうかなとか言ってたんだけど、もうこうなってしまったから、もうどうなるか分かりません。分かりません、もうマジ頑張って宣伝してたんだけどな、もうタイミングがタイミングすぎて。うん、だいぶ高くなってきた、声がそしてガラガラになってきた、やばくない声なんでこんな最近喉ガラガラするんだろう今日は別にもともとレッスンなかったからな、もうレッスンないんだよ。どうなるんですか一体全体。感想か、感想です、みんな感想にも気をつけてください。くしゃみ出そう、くしゃみが出そうです。眠た、バカ眠い、
気合を入れて髪の毛も切ってきたのに。冷えんだよガチ。ピエピエ。まあでも皆さんどうなっても。どうなっても なんて言おうとしたんだろう。まあ延期にねなるかもしれないんで、延期で、中止じゃなくて延期で、もう中止になったらそれはもう劇場でやらせてほしい。もうじゃあふん。最近ショールーム頑張ってくれて嬉しい。最近ね、ショールームしてるんよ。そうなんです。てか毎日メイクしてるからできるっていうのはある。メンバー同士で連絡してる。え、でもあり、プリマスチャーのグループラインではどうなるんだろうねってずっと話してるけどね、どうなるんだろうって話はしてるよ。リップ塗るだけとかでは抵抗ある？ある。毎日アイドルはしない。毎日アイドルするって決めた時から多分あれしなくなる、絶対に。だから決めずにこうやって毎日配信する方が楽しい。アリさんを見えたんで仕事頑張れる。本当に頑張って、ファイトですね。ツイッター出すの忘れてた。今日のこの後のご予定は寝る。寝ます。寝る寝る寝る。あ、今日はツイッター写真あげるからみんなチェックよろしくね。よろしくね。昨日の虎の写真なんで。SNS 多すぎてバグらないの。だからバグらないっていうか、もう話のネタがない。なんかさ、常にどっか出かけてたり、なんか友達と遊んだり、メンバーと遊んだり、なんか趣味があったりしたら書くことはあるけど。マジで引きこもってるだけだから、なんかレッスンがあったとかのじゃないとネタがなくて、人とも会わないし、家にいるから喋らないし、ずっとひたすら寝てるだけだから
書くことがないんですよね。そうだからね、そうなんですよ。今日のジージについて、ジージとも別にそんな会話するわけじゃないからな。外に出ない、え、マジで外に出ない。うん、こう美容院行くとかネイルに行くとかそういうことがない。ネイル行くの忘れてた、ちょっと待って予約取ろう。でもそれもさ、プリマステラ仕様にさしようと思ってたの、ネイル。でもないならする意味ないし、どうしよう。昨日は雪で出れなかった。雪降ってないんだよな。雪ってもう降らないのかな、名古屋って。なんか外に出たらお金かかることしかないよね、本当に。お金しかかからんよね。だってさ、美容院行くかネイル行くかさ、ちょっと服買いに行くかもさ、全部お金はかかるわけじゃん。もうお金かかるんだよな、ストーリー出ると。あ、嘘、でもあれ外に出なくても家でネットショッピングしてるからお金かかってるわ。あれ名古屋全然雪降ってないよ。なんか趣味を見つけたいですね、自分は。趣味を、そう、趣味がないからねダメなんですよね。ちょっと今からホットペッパーでネイルの予約を取ろうかな。どこ行こう。休みな、あれネイルさ、こないだネイルしてたじゃないですか、ちょっと前に。ねえ、慣れないし、ね、ゴツゴツしてるとね、コンタクト取れないからね、取りにくいから、めっちゃね、使いにくいんですよね。私生活に支障が出るから、どうしよう。行くお店は、決まってない。髪の毛切れてか、今アリがさ髪の毛切ってもらってる美容師さん、マジでアリの理想のボブにしてくれる。ガチでボブうまい。ボブなんかアリいっぱい結構美容院変えてるんですけど、変えてるっていうか、なんかそのカラーするのがうまいのはこことか、エクステつけるのはこことか、カットしてもらうのはここっていう風にしてるんですけど、今はねめっちゃね、いい感じ。めっちゃ形綺麗なの、このボブ。ネイルちょっと予約するわ。どこ行こう、どこがいいんだろう、どこのネイルがいいんだろう。
分かんないな、あれネイルに詳しくなさすぎてさ、分かんないんだよな。あとね、なんかね、いやネイルを取るのがめんどくさくて自力で取ったらね、もう爪がすごい傷ついちゃって大変なことになってる。どうしようかな。やばい眠い、なんでこんなに眠いんだ。ねえプリマステラやるのかな。やらないんだったら行かないし、やるんだったら行きたいんだよな今のうちに。ちょっと気合い入れて、うん、どうなんだろう。うん、めっちゃ眠いマジ眠い。あれ今日めっちゃ眠そうじゃない？眠たいの本当に。何本眠たいの。めっちゃ部屋あったかいしね。もうお昼寝日和って感じ。でもここであり寝るなら絶対メイク落としたいから、でメイク落としたらもう配信しないからもうちょっとしたいんだよな配信でも。なんでやらなくなると思う。こういう人はまだ、なんでやらなくなると思うって言われてもさ、だって身近に出ちゃってるじゃん。身近に出てなかったらやるけどさ、身近に出てるじゃん。どうしようかね。どうなるんだろう。でも多分プリマステラ単独ではやらせてくれないと思うしな。でもマジで頑張ってみんなで宣伝したんよ。
ちょっと待ってね、今グループライン見てるから。ちょっと待ってね。オッケー。ちょっと LINE してた。TU たちと。眠くなってきた？ごめんね。今日はね、面白い配信できないテンションだ。なんか話すことないもんな今日。てか多分眠すぎて頭が本当に回ってない。昨日も疲れすぎて頭回ってなかったんだけど、昨日はなんか頭おかしかったの逆に、なんか疲れすぎて。今日はちょっと眠すぎるっていう。なんか話す気力がマジでない。一回寝ようかな。一回寝てみる。いやでも寝たらもう配信しないもん。あり。ああどうしよう。どうしようかな。やっぱり寝てないわ。っていうことが分かった。新たに今どんぐらい配信してます？私今寝て夜寝れる？夜はね大体起きてる。
間違えて約1時間、1時間か、1時間しか配信してないの自分。やかない、多分今え、なんか中止になるかもとか思ったらすごい悲しくなってきた。からそれもある、テンションが低い理由その1、眠い、その2、中止になるかもしれない説がありすぎてちょっと悩んでる。っていうのがあります。目は限界、目は限界、目は限界。眠いよ。やっぱ朝早いのは無理だ。朝早く起きるのは無理。ああ、やばい、泣きそう泣きそう泣きそう。めっちゃうるうるしない？引っ込んだ引っ込んだ。うん、眠たいな。なんか暗い眠いと初めて見ました、死ぬ。マジでな、うん、涙出てきそうだった今。うるうるだった、うるうる。眠たいな。何この配信、何なのこの配信。最近のショールームでアリちゃん好きになったから早く会いたい、キュンです。2年ぶりぐらいにショールームログインした。もっとログインして、最近あれ配信してるから。キュル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 、私性格悪いから、あの子の悪口絶対言わない。マジ今あの寝ちゃダメなやつやってるみたい。寝たら負けみたいな。眠たい眠たい。あ、また泣きそう。やばくない？もうダメだ。あ、また泣きそう。もう無理。あー、やばいやばいやばい、引っ込め引っ込め。はあ、眠いなー眠いなー眠い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 
今ありはクレーンゲームがしたい気分。あ、携帯でクレーンゲームってできるよね。携帯でクレーンゲームしちゃおうかな。どうやってやるんだろう。急に急に話変わるけど、クレーンゲーム、あ、どれがいいんだろう。クレーンゲームなんかいっぱいある。評価高いのにしよう。どれがいいんだろう。分かんない。え、どれが有名なさクレーンゲームのあれ。なんかいっぱいありすぎて分からん。たセガ、あ、評価あるわ。評価これ取りやすいって書いてあるとこにしよう。あと無料でできるやつ、あの初回無料みたいな。ね、どこがいいんだろう。ちょっと分かんないな。どこがいいの。もういいや、ここで。入れてみるわ。あ、桜、これもしかして桜なん、これ。え、桜そんなん。何を信用したらいいの。一回入れてみるわ。何が取れるんだろう。でもなんかここしょぼそう、景品が。これ画面見せたいんだけど。え、無料で取れても送料で 1K 取られる。やばすぎ。1000円も取られたら嫌だな。同意します。うわー、すごい。うわ、ちょっとテンション上がってきた。なにこれ、なにこれ、すごい。なに撮ろう、なにしようかな。で、これ多分無料じゃない。お金いる。お金いるわ。もう払うわ。なんか楽しそう。何にしようかな。どうしよう。違う、多分今眠いから他事しようって思って。なんか入れてみたんだけど、なんか意外とちょっとテンション上がってきた。眠気覚まし。何にしようかな。でもなんか欲しいもんないな。
しいもんない。どうしよう。ね、欲しいもんない。ね、なにこれ、なにこれ、なんか開いちゃった、開いちゃった。ね、インテリア系。あ、シナモンいた。え、シナモン、え、どうしようかな。ね、欲しいもんな。違うのにする。違うところのサイトにする。どこがいいかな。あ、やだやだ、いらない、いらない。え、どこがいいんだろう。これにしよう。今からクレーンゲームをします。ちょっとさっきの入れたところはあまりいいのがなかったので、もう一個違うアプリを入れたので、そちらをちょっとプレイしていきたいなと思います。はい、いろんな配信、なんかゲーセン行きたかった、うん、ゲーセン行きたい。眠たい眠たい。みんな見てるこの配信。ねえねえ、なんかし、ん、何の商品があるの。なんかしょうもないのしかなかった。入れさせてくれないんだけど、アプリなんで。来た、見てる。ね、充電ないって言われたから充電する。寝落ちはしないよ、だって手持ちでカメラだから。手持ちカメラだから寝落ちはしないよ。撮った。さあやっていくぞ。は？無理なんだけど。もう無理無理。今さ、ようやくさ、アプリ入れられたと思ったらメンテナンス中なんだけど、もうさ、はぁ、はい？ 15 時までメンテナンス中。ねえ、ないんですけど、マジで。マジか。メンテ入りました。なんか、トレバーみたいなとこに来てる。何？トレバってさ、有名じゃない？有名じゃなかったっけ？これも入れるか。めっちゃ入れるじゃん。あ、送料無料って書いてある。ね、メンテ入った。うん。なんかもう髪の毛茶色っぽくなってきた。なんで？
なんか涙出てくる。何？なんか何これ、なんか泣きそうなんだけど無理。初回5回は無料でやられるらしい。ね、今すぐ遊ぶ。おお、素晴らしい。エリはどうしようかな。違う、なかった。欲しいのない。ちょっと待って、もう一回見つける。今日はコメントあんま読めない。ちょっと読めない、ごめんなさい。いつもは読める、でも今日の配信は読めない。読むけど読めない、そんなに読めない、眠たいから。5回では取れないの？あ、やっぱり？ねえ、無理。いいや。いいの。違う。今、アリは、なんか、UFO キャッチャーしたいだけだから、この衝動を抑えられたらいいんだ。どうしようかな。どうしようかな。ポケモンとか取っちゃおうかな。あ、いや、いいや。サンリオ祭りしてる。どうしよう。シナモンにしよう。あんま可愛くないな、でもこれ。やめよ、フィギュア欲しいよ。フィギュアない。私はだけフィギュア、なんかやばい、唐突になんかさっきからなんか泣きそうになる。なんで今泣けって言われたらすぐ泣けるもん。日曜家具、なんかね、あ、ね、充電ないって言われてる。もし言われたんだけど充電刺さってなかったね。すごくない？レコーディング用 USB コンデンサーマイクとかあるんだけど、なんでもあるじゃん。マイクとかあるよ、コンデンサーマイクなんて使わないけどさ。スピーカー欲しいな。スピーカーないかな。ある。今も可愛くない。
もう欲しいのはないんだけど、机、配信よ。コンデンサーマイクは音いいの。でも USB でしょ。パソコンとかにつなげるって使うんじゃないの。パソコンから配信しないといけなくなっちゃうより、てかパソコン、いいパソコン欲しいな。デスクトップ欲しい、なんか欲しいのないな。なんか欲しいのない。東京リベンジャーズのクッションでも取ろうかな。東京通り部のクッションでも取ろうかね。何がいいかな。意外とこういうの優柔不断だから。お掃除ロボット、お掃除ロボット、お掃除ロボットか。キャスター付きサイドテーブルピンク、これいる？机、机にしようかな。今机がないんだよね。モニタースタンドライト、いらんな。うわ、コンデンサーマイクが残り7個になってる。さっきまで違ったのに、何もついてなかったのに残り7個になっちゃった。なんでこれ人気なの、コンデンサーマイク。マイク使わんもん。使うかな、あったら。あったら使う。じゃあもうマイク取るわ。じゃあ絶対使わない、絶対に使わないけどいい。いや、いらない、いらない、いらない、全然いらない。やっぱいらない、机にする。机もいらんけど、机届いたら邪魔くさいな。でもいらんわ、いらん。お掃除ロボットにする。お掃除ロボット、こう音出る。あれ、ちょっと待って、イヤホンがない、うん、お掃除ロボットするわ。うるさい、これバンなる。お掃除ロボットするから、今から。うおー、すごい、やるよ。スタート。どうやって動かすのこれ、どうやって動かすの。あ、横か。え、すごい、すごい、すごい、動いた動いた動いた。ね、見て見て見て、え、これ見せていいかな。見て見て見て、今動かすから。ちょっと待って待って、見せた。あと20秒、ちょっと無理だ。ちょっとじゃあちょ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 、やるわ。え、どこにしよう。ここ、いけ、見て、
見て見て、あっ、うまい、ちょっと動いた、ちょっと動いた、ちょっと待って、あと4回できるらしい、ちょっと動いた、ちょっと動いた、ちょっといくよ、すごい、全然動いてなかった、いけ、ねえ全然動かないんですけど、楽しい、やめよう、これこれやめる、違うのにする、こういうのはね潔い方がいいんですよ、今2回やったから、あと何回ぐらい、もうやめちゃった、なんか鬼滅ばっかり、練習台とかないや、うわー、いっぱいあった、ねえ、いっぱいあった、なんかいいの、え、いっぱいあった、スマホ充電スタンドとか普通に欲しい、配信しながらスタンドに立てながら充電できるっていうの、え、え、すごい、でもいらんな、イヤホン欲しいな、このイヤホンは痛くなっちゃいそうだから、焼き鳥焼けるやつがある、あ、ヘッドホン欲しい、なんかチャッチーけど、チャッチーな、でもちょっとチャッチーわ、ゲーミングライブヘッドホンとかあるよ、すごい、なんか取れそう、あれこれにしよう、どっちにしよう、え、むずくない、ちょっとあ、しんど、あ、なるほどね、あ、こうやって見えるんか、難しそう、どうやって撮ろう、2画面しか見れないの？これにしよう、ウェイ、あ、もう絶対ダメや、
っと後ろだったかもしれない。けど、ね、持ったのになんか変な風に落ちちゃった。溝に引っかかった溝に。あと1回、無理だけどやるわ。なにこういうのマジで課金しちゃうよな。いいカモになっちゃう本当に。また持ったよ。落ちるんじゃない？あ、落ちました。ダメだった。なんかこれいけそうな気がするけど、いけないのかね。あ、もう課金しないといけない。課金しようかな。1プレイに1000円かかる。1プレイに2000ポイント必要で、5000ポイントで610円ってことは高くね？高い高い。やめますやめます。ね、まだメンテ終わらないの？まだ15時じゃない。ダメだ、メンテ終わらない。こういう時はやりません。じゃ違うサイトでやるわ。あ、これにしよう。もう何でもいいんだ、何でもいいの。準備中かい。どうしようかな、何にしよう。これいらないな、シーもないな。加湿器、加湿器いいな。スピーカーあるじゃん。なんかダサいけど。取れなそう。あれカモになっちゃう、本当に。いいカモになっちゃう。危ない危ない。何にしようかな。すごい日用品とかもある。レノアとか歯磨き粉とか歯ブラシとかトイレクリーナーとか、すごい。電動歯ブラシとかもある。ビオレとかアルコール除菌シート。え、すごいね。欲しいものはない、欲しいものはない。ああ。買った方が安いよ絶対。バスソルトセット。バスソルト、お風呂になんか入れるやつ欲しい。でもうわ、たこ焼きのやつじゃん。無理じゃん絶対。たこ焼き器の中にピンポン玉入れるやつ取れないよこれは絶対。なんか欲しいのない、なんかいいのないの。
ゲーム機。食取り。え、兄は15時のメンテナンスが終わったらが楽しみ。あ、すごい練習用の台がある。一回取るの練習してみよう。何これ、予約したんだけど、予約済みです。予約したんだけど、どうやってやるのこれ。はにゃ、もうよくわからんな。ちょっとわかんないからいいや。ねえ、15時になんないまだ。うん、暇だな。課金しちゃうんだから、暇になると。ゲームしよう。ま、ゲームはやめとくわ。もうやることないよ。もう、じゃあみんな、なんか質問ください。ゆせちゃん、初見さん、こんにちは。よろしくお願いします。今ね、すごく眠たいのでテンションが本当なえなえなんですけど、許してください。課金ガチャマジでクレーンゲーム超楽しくない？ドライブさ、今あり、この配信してる携帯じゃないとできないんだよね。趣味はない。どうしよう。夜ご飯何食べる？夜ご飯わかんない。恋バナすれば盛り上がる。じゃあお題ちょうだい。恋バナの二十歳になって一番したいことは、ないかな。ネイル忘れてた。ネイル、あー、もうネイルも忘れてた。マツパも行かなきゃいけないし、めんどくさい。この後の予定は寝る。お風呂は入ったからさ、まだ入んない。メイク落として寝る。カップル的なやつ、なんだっけ、タップルってやつか。広告タップルってやつね。めっちゃさ、 YouTube 見てると広告で流れてこない？タップル、あと17ライバーの広告も出てくる。あとなんか脱毛の広告もめっちゃ出てくる。マツパ行かなきゃ。みんなタップルしたことあるの？てかマッチングアプリみんなしたことあるんですか？何の話してんの？もうやばい。もうさ、大丈夫そう？ゾンビと戦う、あー、わかる。
あとちょっと前はスプーンの広告めっちゃ流れてた。あとなんだろう、あのアニメのやつ、なんかアニメの絵のやつめっちゃ流れてこない広告で、なんか痩せるサプリの広告でとかでよく出てくる。Tinder で出会おうみたいな、知ってる人は多い、それで結婚した人こっちでもなんかあれ Tinder かなんかでなんか自分のアリの顔写真を使われてて、でそれでファンの人が DM でこれってアリちゃんですかみたいな使われてる、なんかどっちか分かんない忘れたけど、なんかマッチングアプリでなんか使われてたんですけど、これって本人ですかみたいな DM 来たことある。やってませんやってませんので、あの決してあの Tinder とかタップルとかであのアイリーの写真があったとしてもそれは私じゃないのでよろしくお願いしますでもなんかさ、そもそも出会いがない人とか友達もいなければさ、なんか人との関わりがあんまない人とか出会いがない人とかはそういうのでしか出会う機会がないからしょうがないんじゃない。ピアーズ、あ、ピアーズも広告流れてくるわ、聞いたことある。マッチングしようとしたのしんどしんど、いやりめっちゃ写真使われる。なんかでもこういう表に写真を載せてる顔を晒してる人はさ、インフルエンサーさんとかもそうだけど使われやすいよね。プリクラとか、あれプリクラもなんか荒野行動で使われたし、荒野行動のでなんかなりすましいたしありのマッチングアプリね。え、あれってどういう仕組みなんですか？どうやってマッチングするの？え、こういうことやってないんよ、アリ。やってないんだけど、なんか使われた。ツイッターみたいな感覚でいいねする、気に入ったやつはシュッてやる、いいねみたいな。あ、それをするとマッチするの？え、それをしたらやり取りができるみたいなあれなんですか？え、それはどうやって電話でやり取りするんですか？電話チャットみたいな感じ、 DM みたいなやつ？もう分かんない。あ、相手が認めないとねってどういうこと？相手が認めないと。バナナマンの日村さんの写真がなんかの広告でモテない男として勝てず、最低、おもろ。相手が認めないと、いいねした相手が OK ならメッセージ。あー、なるほどね、なるほどなるほどなるほど。それでみんなは、あ、でやり取りして会いましょうみたいになったら、あ、会ってで付き合ったりするってこと？すごいね。でもそうやってみんなさ、顔自身とさ違う人来たりするのかな。分かんなくていい。両方が OK じゃないとつながらない。何たけしって、
なんでみんなさっきからたけしって言って誰？なんか写真詐欺とかさありそう。でもなんか加工とかのレベルじゃなくてガチの別人来ることもあるんじゃない？会うまでは分からんみたいな。すごいね、すごい世界だ。みんなやってるの？みんなやってるの？業者を紛れ込んでるってこと？桜がいるってこと？え、来るの？それって桜も、桜も会えるの？逆に。みんなやったことないって言ってるけどやったことあるだろ絶対。絶対やったことあるでしょみんな。詳しくない？でもいいと思うけどな別に。やっても。罰金が発生するって。どういうこと？もう分かんない、分かんない世界すぎて。どういうこと？な、絶対やったことあるべ。詳しい、詳しいもん。あ、でも修行したら一回やってみなよ。やんないな。やんない、やんないな。なんか出会うまでの工程がめんどくさい、そもそも。でも確かに、あ、でも家から一歩も出ないから多分卒業しても出会いない、ないからな。おじさんが桜としてで、え、じゃあさ、その人たちとさ話しててもさ、もしかしたら中身はおじさんと話してるだけってことがあるってことやろ。闇だ、闇だね。おじさん同士が出会う。婚活バーはいきなり一緒に飲む。婚活、婚活ってなんかさ、昔テレビでさ、なんかお見合いする番組あったじゃん。あれめっちゃ好きだった。なんかカップル成立みたいな番組あったじゃん。あれめっちゃ好きだった。なんか、ああ夢に見てたーみたいなさ、生き物係さんのなんか主題歌の主題歌で、ん、歌になってるやつ。まあみんなにはアイドルがいるからね。わかんない。彼女とか結婚してる人、え、結婚してる人います？この中に現在進行形で奥さんがいる人。あ、そう、田舎に行くやつ。そう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 。
いない？みんな独身か。じゃあ彼女がいるよって人、彼女がいるよって人、え？いるんだけど彼女。彼女持ちいるんだけど。彼女いるの？じゃあクリスマスも一緒に過ごしたってこと？いいね、なんか私はクリスマス24日は一人で過ごしましたけどね。え、じゃあみんなってさ、初めて付き合ったの何歳？初めて付き合ったの。初彼女できたの。416、16億、14、19、53、もうやばいじゃん、アイリ。え、高2、え、12歳、12歳とか感情あんの？いや、はいや、18歳、え、マジやばすぎだよ、やばすぎだよ、マジ勝ちか。なるほどね、やばいわ、アリちゃん。なんか世間知らずすぎて大丈夫かって不安になってきた、今のコメ欄見て。で多分アリアイドルじゃなくてもできてないの気がするもん。マジ？なんで？学校か、絶対みんな学校だな、それはさすがに。学校か、学校行ってないからもう終わりじゃん、アリ。やばいね、水野さん。みんなをバカにできなかった、ごめんね。アリ結婚してそうじゃね。いや、アリ結婚マジしないって、本当にできないと思う。結婚は一人の時間ないと無理、生きていけないから。だし意外とまだ慎重よ、こう見えて。絶対超なんか選んじゃう、そう自分。なんかちょっとでも嫌だったら、ああもう無理ってなりそう逆に。ねえ早くね、みんな、マジか。いや、アリはその結婚するのも早そうとか、めっちゃ言われるけど意外と慎重よ。そう、条件がたくさんあるし、そうストライクゾーンが狭いと思うから。そうなんです。初めて付き合った時は肩に手を回すだけで目がした。何それ、キュンですね、キュン。
ュンですね。なんかキュンキュンしたい、普通に。なんかいいね、少女漫画みたいな世界に行きたいな。絶対に無理。手をつなぐのもドキドキ。手つなぎた、手つなぎた、手とかつないだことないです。素晴らしいね。俺らと山ほど、あ、そうだった、みんなとは手つないでた。花火大会で人混みを言い訳にして、さりげなく、え、ちょっと危ないよみたいな、え、ちょっとはぐれないよねみたいな感じでパッて、はあ、いいですね、いいですね、いいな、いいな、されたいな、されたいな、それうわ、手つなぎた、誰か手つないで、お願い、アリの手空いてるよ。寒い時にマフラーをかけてあげる、あ、いいね。アリはあの背中から抱きしめてほしい。めっちゃいいじゃんそれ。いいね、少女漫画の見すぎ、いいじゃん、しょうがないじゃん、ちょ、え、少女漫画は恋愛の教科書だよ。いいなぁ、なんかいいね、みんななんか経験豊富ですね、意味わかんない、すごいわ。12歳とかで付き合ったってさ、12歳の時なんて何も考えてなかったんだけど、恋愛感情なんてもうなかったんだけど、そもそも人に対して何なんか多分かっこいいとか、その男の人に対してかっこいいとかいう認識すら12歳の頃なかったんだけど。え、何をするの12歳で付き合うってマセガキすぎん。でも一番好きなことは付き合えなかったからさほど気にしなかった。なるほどね、他のメンバーみたいに小学生の時に告白されたみたいな、ないの、ないないない。うわ、放課後一緒に帰るとかしてみたかった。何それ、もう叶わぬ夢じゃん。もう学校卒業しちゃってる時点で周りも絶対それかなわんやん、無理、泣いた。12歳の時は付き合うとかいう意味分からず OK した曲、はやば、
付き合うとか分かんないのに、マジ。12歳なんてあれ、自我も芽生えてないんじゃないってレベルよ。いいなぁ、学校帰りに誰かに待ってくれてる人いたかな。いないなぁ、どうしよう。そそくさと一人で帰ってたわ。知らない子に道でチョコもらった時はフリーです。え、何それ、すごいな、すごくないそれ。ねえ、いいね、なんかキュンキュンする、そういう青春系のキュンキュン話めっちゃいいじゃん。なんかさ、アイドルだからさ、まだなんか付き合ったことないとかさ、なんか好きな人がいないとかさ、こういうことされたことないとかはさ、なんかいいことかもしれないけどさ、普通だったらさ、ちょっとさ、もうこの年になってさ、何もさないってさ、恥ずかしくない？だいぶ。だからね、やばいよ。すごいな。でもアイドルしないですよ。今はそういう子も普通にいると思う。え、逆にさ、今の方がなんかみんな、なんかちっちゃい子なのになんか付き合ってるみたいな子多くない？まあそんなに気にしてないですけど。こんなに言ってるけど意外とそんなに気にしてないんで大丈夫です。すごい、あっという間にもう7000人も見てくれてるんですね、ありがとうございます。ちょっと眠気覚めてきた。さっきがね、究極に眠たかったんだよな。そう、みんなの恋愛話を聞くのが好きなの。自分は1人前いた。おお、低くやっちゃった。ちょっと待って、ちょっと低くやっちゃった。OK、OK、OK、来た。え、反対じゃん、ちょっと待って、あ、こっち。反対にならないんですか？ちょっと待って。ひっくり返ってくれないんですけど、こちらの画面。あ、来たわ。目が回る。それはそう。え、なんでこっちなの？こっちがいい？できたねえ。ごめんなさい、ちょっと寝転ばしてくれない、この携帯。そう、カメラが言うこと聞いてくれなくて、なんかさ、やばいんだけど。もう終わりです。無理。あ、これだ、来た。もうこれでいいや、これでね。よいしょ。寝るなっていうことだよね、これは。つまり。もう眠たいんですよ、私。もうそろそろ限界来てる、今。
自動切ろうと思ったらさ縦に戻るんだよね、自動も切ったら。よいしょ、もう寝ようかなと思いまして、もう寝ようかなと思いまして、そろそろお眠の時間になっていきましたので、ちょっと寝ようかなと思いまして。もう疲れた、本当に疲れた。メイクしたまま寝るのか、いや寝ないよ、起き上がる。でもただもう起き上がるのも、起き上がって配信するのも疲れた。イチャイチャする夢見てください。いや相手がおらんのや。寝落ち配信と聞いてやってきました。寝落ち配信ではないです、寝落ちはしません。メンテ終わった、はい、ちょっと待って、あ、でもあっちだ、めんどくさい、もういいや。イエイイエイイエイ、なんなんこの画角やばすぎ、ぶっさ顔引きずってるよね。2時間も配信したって、もういいや、もう終わるわ、もうそろ、もう疲れた、さすがに、さすがに疲れたのでもう寝たいと思います。かわいい、本当に、じゃあずっと寝てようかな。美人感強め、イエイイエイ、ブイ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 、あの松葉とネイルはまた今度行きます。明日はまったりします。明日はね、何しようかな。もうみんなもちょっとカミフレとプリマステロの対バンライブはどうなるかは分かりませんが、また詳細が出次第報告させていただくので、しばし待たれよ。マジで眠い、マリ、このまま寝れる、このまま寝れるよ。このまま寝れます。やるなら行きます、やるなら来てくださいね、お願いしますね。寝るか、じゃあみんなおやすみ、バイバイ。